フランツ・ツライス。フランツ・ツライスは、ナチス・ドイツのマウトハウゼン強制収容所の所長。親英隊の隊員であり、最終階級は、親英隊大佐。ミュンヘン出身。彼の父は、第一次世界大戦で馬車の運転手をしていたが、戦死した。小学校を卒業後、デパートで見習いのメッセンジャーボーイをしていた。さらに1922年からは、大工店で働いた。 1924年からバイマル共和国陸軍に勤務。12年近くここで働き、軍曹まで昇進したが、1936年9月30日には除隊させられた。しかし間もなく強制収容所の維持にあたる、新英隊独ロ部隊に、新英隊中尉の階級で招かれた。独ロ部隊員のトレーニングインストラクターとして勤務した。1937年には、 独ロ部隊の100人部隊隊長となる。1937年に一時的にトレーニング中の負傷で入院しているが、1938年からはオーストリアで再び勤務し、若き独ロ部隊員たちのトレーニングに当たった。1939年2月9日にマウトハウゼン強制収容所の所長に就任し、第二次世界大戦でのドイツの敗戦までこの地位を保持した。 8月25日には、新衛隊小佐に昇進。さらに1944年4月20日に、新衛隊大佐に昇進している。1941年4月、マウトハウゼン強制収容所に、ハインリヒ・ヒムラーとエルンスト・カルテンブルンナーが視察に訪れており、その際に、ヒムラーたちの収容所内を案内役を務めた。ヒムラー・カルテンブルンナーと並んで歩く彼の姿を、 収めた写真が複数存在する。マウトハウゼン強制収容所がアメリカ軍により解放された後、彼と彼の妻と息子はオーバーエスターライヒ州のピールン山地へ逃亡したが、1945年5月23日になって発見された。この際に彼はさらに逃亡しようとしたために撃たれ、偶然に置かれていた米軍の病院へ搬送された。 しかし翌日には息を引き取った。彼の遺体は、かつての囚人たちによりマウトハウゼンの付属収容所、グーセン収容所のフェンスに吊るされた。ありがとうございます。